黄金に輝く今年の絵と龍のお着物に毛の一本一本まで精密に作られた鷹さらに今日から始まった黄金展入り口では黄金のライオン像がお出迎えしてくれています三越のシンボルライオン像までもが金色に今日から名古屋栄で始まった 黄金天。三越の創業350周年を記念して作られた黄金のライオン像青銅製のものに金箔をおよそ3000枚貼り付けました入り口でいつも見といあ同じ形やなと思ったら今聞いたら貼,た貼りに貼りましたね <laughs> 会場では 金製品およそ300点が展示販売され総額はおよそ10億円3410万円の純金製の機関車に最高額の茶道具セットは茶釜が2420万円。 そして純金3 2 0 0ムを使った風呂は1億780万円合わせて1億万円です実はこの茶道具セット去年も販売されていましたが当時の価格は1億1990万円1年で1000万円以上値上がりしています。その理由は 市場最高値を更新中でございまして、1グラムあたり1万1453円でございます。あの問い合わせもお電話も多く、実際店頭にもあの毎日のようにあのお問い合わせをいただいております。円安の影響や中東などの世界情勢が不安定なことを受けて上昇が続く金相場。月ごとの平均価格は。 コロナ禍前の2019年12月のおよそ2倍にさらに昨日は1万1453円と過去最高値を更新しました安定資産としてやはり金は注目されていますのであの従来ですとあの株価が上がると金が下がるっていうのが図式だったんですけれども今株価も上がってなおかつ金相場も上がるという現象が続いております。 投資の対象としても人気の金でもなかなか手が届く金額ではありませんあの辺りの手が出そうなものは綺麗いいいなとかは思いましたいいものがあればっていう感じですよね、うん、資金があったら <laughs> <laughs> 宝くじが当たったら他にも 5月の節句にちなんだ純金の兜なども販売されている黄金店は今月26日まで開かれています。